老気なく。皆さんこんばんは、小原このみです。この番組は私小原このみがいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は9月26日。あ、もう10月か、もうすぐ。天気どうなってんだろうね。でもちょっとまだなんかぐらつきやすい天気っていう言い方していいのかわかんないけどね、突然雨降ったりとかもまだあるのかな。でも例年に比べたらなんだろう、ゲリラ豪雨とかってあんまりない気がする。わかんないけどね。そして、あ、そう、新しいココラジグッズ、人によってはもうお手元に届いてるって方いるのかな。どうでしょうかね、皆さん。アクキーとタンブラーが届いていて、もうタンブラーは今からの時期とても使えるんじゃないかなって思って、で300ぐらい入るんですけど、あのボトル、もちろんコンビニとかで買う500がそのままは入らないんだけど、会社の中でとか現場でドリンクバーじゃないですけど、こう入れられる機械が備えてある会社さんって確か多いって聞いたので、なんかそのボトルのままこう入れられるんじゃないかなって思って、そういう方にも使っていただけたら嬉しいし、まあ、あとはすごく背が低めのボトルなのでカバンに入れても邪魔にならないんじゃないかなと思って、私は最近そう使ってるんですけど、現場にお水買ってったりもするけど、現場でお水とか左右なんていうの、ウォーターサーバーで合ってますそうあるから、ボトルに左右を入れて、で保温効果もあるから、そのまま収録の時もあったかいお湯飲みながら収録したりとかしてるんですけど、なんかおうち時間の時もお家にいてもボトル使ってあったかい飲み物飲むとかもいいかもしれないですね。ぜひぜひよろしくお願いします。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネーム七色さんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、安眠。小原好みの心置きなく。改めまして小原好みです。七色さん、季節の変わり目は、温度変化が激しいので寝づらいですよね。ココちゃんは安眠を勝ち取れていますか？勝ち取れてはないかな。なんか変な夢最近見るんだよね。しかも怖い夢。そう、とか見ると一緒に寝てるんだけど、顔の近くでうなだれて寝るから重みで、あ、いるんだなってわかるんだけど、そう、怖い夢見た後にそれだとなんかいるってなるからただ見るが甘えてきてるだけだったのにね、っていうなんか日々を過ごしてます。はい、ではでは普通歌読んでいきますよ。ココネームりょんりょんさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。以前の放送で名前入りのキーホルダーについて自分は見かけないと話していましたね。そこでふと疑問に思ったのですが、お父様とお母様から授かった、好みという名前にはどういう意味が込められているのでしょうか。余談ですが、僕は子供の名前を決めるのに半年くらいかかりました。それはお腹にいる時からってことかな。名前を決めるのって実はすごい大変なことなんですよね。なるほど。名前の話はね、何度かしてきてると思うんですけど、そうそう、私のこの名前はちゃんと意味があって、好みのこの好きっていう字は父の名前の一部なんです。で、好みの美っていうこの美術の美っていう字は母親の名前の一部なんです。だから父と母から一字ずつもらってこの名前になっているんですよね。だから
とても個人的には気に入っている。親の名前から一つずつもらってるってなんかちょっと特別な意味があるなぁなんて思うから、すごく気に入っている名前ですね。ただね、名前を決める際すごい大変だったらしくて、自覚画数とかっていうのはもちろんなんだけど、父がいきなりとある名前にしたいって言ったんだけど、その名前を聞いた母親が、え？ってなったらしくて、で、親戚中が大反対したんだって。そう。で、私の名前って普通に読むと、よしみって読むと思うんですよ。だけど、もう、すでにいとこでよしみがいたから、だから読み方を変えようって言って、好みになったんですよね。そうそうそう。だからちっちゃい時から、あ、好み、好みって言われて育てられてたんですけど。そう。で、ちなみに弟は、父方の方のおじいちゃんの名前から、一つ字をもらってっていう名前になっていたりします。子供の名前大変だろうね。だってずっと一生その名前で生きていくわけだからさ。ね、なんか一時前はキラキラネームとか流行ってたとかって言うけど、今はどんな名前が流行ってるんですかね。うん、っていうのがきっかけ、私の名前の理由はそんな感じですよ。はい、ではでは続けて読んでいきます。ココネーム、きざみちゃんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。先日市川葵さんがうちの同期の小原好みとおっしゃっていて、ココちゃんと市川さんが同期だと初めて知りました。市川さんに限らず同じ事務所の同期とのエピソードがあればお聞きしたいです。またココちゃんにとっての同じ事務所の同期はどんな存在ですか？なるほど。そう、市川葵、私イッチーって呼んでるんだけど、イッチーは同じ大沢事務所の同期なんですけど、正確に言うと、同期って3人いて、イッチと私ともう一人いるんですけど、そのもう一人は、池田のぞみって言うんだけど、その子は、年も近くて、で、ナレーションのお仕事とかしている子だったりするのね。あと舞台とかもやってるのかな？そうそう。だから、アニメの現場では、お会いしないんですけど、とってもね、ね、なんかね、色っぽい声してんのよ、その子も。だから私すごく好きで、サバサバしてる子で。っていう3人が同期なんです。で、イッチーとは、まだ、どっちかがメインの作品に、モブで、とか、はあるんだけど、一緒になんかメインでってことがなくて、私個人的には一緒にメインができたらいいなぁなんていう密かな夢があったりするんですけど、どんなエピソード？いや、そうだね、研究生っていうのが大沢事務所はあって、で、そこのオーディションクリアして1年間研究生として面倒を見てもらえるんですけど、所属じゃなくて研究生なんで、1年後また審査受けて合格できるかっていう、1年間の審査期間みたいなのがあるのね。で、その期間のうちに、オーディションだったりとか、お仕事の状況を見て、こう判断してもらえるんだけど、もう、二人で合言葉のように、アニメのオーディションも受けさせてもらえてたから、研究生って。だから、何か決めなくてはって言って、お互いずっと励まし合ってた。そう。だから、二人でってか、三人なんだけど、合格した時はもちろん嬉しかったし、私も研究生のうちになんか作品が決まったりとか、あと一チーム作品が決まると、すごい個人的には嬉しかったり、だから、今も、共演は全然ないんだけど、イッチが何かこう決まったりとか発表されてるのとか見てると、あ、いい作品だねーって思いながら、なんか、嬉しいなっていう気持ちになったりするから、同期ってなんかどっかそういう存在だったりするかな。うん。ではでは続けて読んでいきます。ラジオネーム、生にぎりさんです。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。秋ですね。秋の学校行事といえば文化祭ですよね。僕のクラスでは劇をするのですが、自分の声が大きいという理由だけでキャスティングされてしまいました。正直演技はあまり得意ではありません。
ベタな質問にはなりますが、演技のいろはを、演技のお仕事をされているココちゃんにお聞きしたいです。いや、そんな私は大した人間じゃないけど、大変だね。でもね、声が大きいっていうのはすごく大事なことだと思う。特にそういう文化祭とかの劇だと。アニメの仕事だと、もうマイクの性能がいいから、あんまり声を張らなくても、音を拾ってくれる、優れたものがあるんですけど、こういったお芝居だったら、声が大きいっていうのはとっても素晴らしいことですよ。あと、何に気をつけた？舞台だよね、きっと。ステージの上に立ってってことだよね。だったら、自分が、まあ、声が出せるってところはクリアできてると思うから、第二段階として、自分が気持ち悪いって思うぐらいの抑揚をつけて、あえて喋ってみるといいと思うよ。初めてお芝居するときって、普段の声量よりも声を張るから、その声量、大きい声量を保ったままお芝居すると違和感しかないと思うんですよ。普段の喋り方と全然違うし、いつも喋ってる時の声のトーンとも違うから、お芝居された最初の1年間っていうのは、もちろんお上手な方もいるし、いるんだけど、そこじゃなくて、お芝居をしているっていう自分に違和感がある期間があるの。だから、全然生握りさんも、なんか上手くない気がするとかっていうことは考えずに、大げさに抑揚をつけて喋ってみるといいかもしれない。で、あとはレッスンっていうか、その練習期間多分あるよね。の時に多分ボイスレコーダーとか回してみたらいいんじゃないかな。その自分の声聞いて、初めて自分の声とか、初めて自分のお芝居を見た時って、絶対にみんな、下手くそとか、気持ち悪いって思うんだけど、それは合ってる。正しい。そこを超えていくと、声とかお芝居が自分の中で合っていくんですよ。だから、それを楽しめばいいと思う。あとは声優あるあるなんですけど、みんなさ、今スマホがあったりとかするからさ、写真とか動画とか撮るでしょ？で、ちょっと前だとビデオカメラとかあったと思うんだけど、回して自分の声聞くと、自分の声だけ高く聞こえて気持ち悪っていう経験ないです。あれって自分のこの、骨とかを通って自分の声って聞こえてるから、周りに聞こえてる音よりは、低く自分には聞こえてるんだよね。だからビデオとか、客観的に自分の声聞く機会があると、ああ、なんか自分の声気持ち悪いって思うんだけど。だから私も最初は、お芝居もそうだけど、アニメとかいろんなオンエアで自分の声ラジオとかね、自分の声聞くと、なんか変な声って思うんだけど、だんだんね、聞いていくと一致していくんですよ。普段の自分の声と、その客観的に聞く自分の声が同じになるの。そういう瞬間がお芝居でもあると思う。なんか、自分でやってみる。で、客観的に見てみる。ああ、なんか変なのって思うけど、それも一致してくるようになる。から、いっぱいいっぱいやるといいと思う。大げさなくらいがちょうどいいと思うよ。はい。なんか、なんでこんな熱込めてたんだろう。頑張ってね。はい。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。それでは、ここからはこちらのコーナーをお届けします。ここで解決お悩み相談室。こちらはリスナーの皆さんからのお悩みに私が自分なりにお答えしていくコーナーです。では読んでいきます。ラジオネーム白い怪盗さんです。ステイホーム期間中に料理を作るようになりましたが、どんどん簡略化していって、気づけばずっと餃子しか作っていないです。もう少しレパートリーを増やしたいのですが、ココちゃんはどうされていますか？これね、なんかさ、私も料理するようになったんだけどさ、めんどくさいよね。料理しますか？よくする？たまに？なんか最初は気合入ってたんだけど、全然、なんかどんどん、そう、わかるわかる。白い怪盗さんと同じで、新しいものを作るって気合が入ったりとかするじゃん。で、一人暮らししてるとさ、余るんだよ。だからさ、難しくって。私、最近、なんだろう。私、豚汁がすごく好きで、でも豚汁も大体決まった具材になってくるから、この前本屋さんに行ったら、豚汁の本が売ってて。
で、中を開いたら5、60種類ぐらいの豚汁が掲載されてて、同じ豚汁でも具材が違うとこんなに違うんだって本屋さんで感動して、思わず買って帰ったんですよ。そうで、3品ぐらい作ったかな？これまで。そうそう、その本を買ってから。だから、同じ料理なんだけど、ちょっと作り方を変えてみるとか、だから餃子も餃子で、多分焼き餃子とかあると思うけど、水餃子とか、いろいろ変えてみると楽しいと思う。あとは、料理とはそれちゃうけど、お取り寄せの餃子とかもあって、めちゃめちゃね、可愛い餃子とか美味しい餃子いっぱいあるんですよ。だからちょっと調べてみたりとかしたらいいかもしれない。あとは、なんだろうな。やっぱスープ系は簡単で、変えやすいと思う。ちゃんとダイエットしようと思った時は、具材をとにかく細かく切って、煮込むの。で、最初は超弱火にして、お水全然入れないの。で、蓋して蒸してる状態にすると、野菜から水分が抜けてきて、で、なんかこう、スープ状になってくるのね。っていうぐらい煮込んだら、少しお湯を加えて、野菜の、こう、エキスっていうか、旨味とかもある状態にして、で、食べるごとに器に盛った時に、初めて調味料入れんの。それで、ちょっとレンジでチンしてもいいし、ちょっと温めてやると、毎日違うスープが食べられる。っていうやつを、前、やってた。そうすると結構、楽しいよ。いいと思うよ。はい。ではでは続けていきます。ココネーム、アプリコさんからいただきました。ありがとうございます。たまに考えるくらいの悩みなのですが、健康の予防的なものってあれこれありますが、同年代の人はどれくらい気をつけているのかなと考えることが多いです。あまり聞く機会もなかったので、年の近いココちゃんに相談したいです。ちなみに自分は寝る前に、R1 を飲んだり、思い出した時にビタミンのサプリを飲んだり、続けられる系がメインとなっております。まあ今の年齢だったら良きなんではないでしょうか。あとは、私がやってるのは、まあ寝るのが一番いいんだろうけど、それ以外だと、湯船に毎日浸かる。で、あとは、どうしても明日大事な仕事がとか、あれ、やべ、風邪ひきそうな気がするときは、前日のうちに、カッコン糖、あとは、喉痛くなりそうと思ったら、風邪薬を飲んじゃう。あとは、最近ね、ドラッグストアに都内によく置いてるんですけど、活人っていうドリンクが売ってるんです。あれね、1本800円ぐらいするんだよ。めちゃめちゃ高いと1400円ぐらいするやつがあるんだけど、種類によっては。あれを飲む。結構、効くよ。そういう風にしたりしてるかな。あとは同業者の人だと陽明酒飲み始めたって人がいる。あれいいのかな？私飲んだことなくて。飲んでみたい。あとは、アプリコさんね、他にもお悩みもらえたんだけど、メールの方で。生活リズム早起きの時どうしてますかって。なんか睡眠のサイクルが私と似てるってそのメールの方には書いてあって、私も夜更かしさんだから、早起きの時は、結構早い時間にお風呂入るんです。8時とかに。で、早いのかな？普通なのかな？そう。それで、結構長い時間浸かるんですよ。厚めかなーぐらいの温度で。それで出て、まあ、スキンケアなり、寝る支度してくると、お風呂から出てね、1時間半とか2時間後ぐらいにはね、だいぶ眠くなってくるんですよ。それでもうバーンってすぐ寝るようにする。なんか帰ってきてうだうだしてると、ああお風呂入んなきゃ今超眠いのにってなってお風呂入るとやっぱ目冴えちゃうから、とにかく次の日絶対早起きなんだっていう時はもう帰ったらすぐ風呂に入る。いつでももうバタって倒れて寝ていいようにするようにしてるよ。なんかプライベートが少し見えてしまって恥ずかしい。ではでは続けていきます。この方はお名前がない方ですね。ココちゃん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。私は恋愛感が少数派の人間で、見た目もボーイッシュな格好をするのが好きで、異性の方とお付き合いしたことはありますが、同性の方に惹かれることが多く、お付き合いしたこともありました。
ここ数年になって周りの友人から結婚や子供ができたという幸せな報告をもらうようになったのですが、嬉しい反面、どうしても自分と友達を比べてしまい、親に申し訳ないとか周りの目を気にしてネガティブな考えになってしまいます。人生は一度きりだから自分らしくポジティブに過ごしていきたいですが、なかなか難しいです、というお便りです。なんか私を応援してくださっている方で何人かね、こういう男の子が好きなんですとか女の子が好きなんですっていう方いたりして、で私も前ね、多分ここらじで話したと思うんだけど、女の子に高校の時告白されてとかで、全く同じことが母もあって、母も学生時代になんかね、女の子に告白されたのはそうなんだけど、別にね、見た目かっこいいビジュアルをしてるわけじゃないんだけど、なんかね、女の子のファンがいたんだって。そうそう、っていうこともあったり、友人でそういうカップルがいたりするので、私はだからなんだろう、全然こういうの見て驚いたりとかしないんですけど、やっぱりさ、こう周りを見てると、とか恋愛だけじゃなくて何でもそうなんだけど、周りの大半のものが普通っていう風に人ってどうしても思ってしまうのと、あとやっぱ珍しいものとか、あとなんだろう、変わってるものを人って見かけると、なんか違うっていう風になんかこう瞬時に思ってしまうんだよね。恋愛とか仕事もそうだし、だからなんか当事者というか本人であるこの方もやっぱ気にしてしまうのはすごくわかるんだけど、でもさ、どっかこうもう内心心の中でわかってるよね。人生が一度きりだから自分らしくポジティブに過ごしたいって、だからどっか半分自分らしくしたいからこれでいいんだっていう風に思ってる自分と、でもやっぱ年齢も年齢だからさ、結婚とかここに書いてあるけど子供がってなってくると、親にそういう話をできないんじゃないかっていう風に思ってしまったりってあるから、多分常にこう両方の気持ちを抱えて生活してると思うんだけど、これはね、母親に言われた言葉だから、その言葉にこう共感したから、私から生まれ出てきた言葉ではないんだけど、なんだろうな、時代が違う時代だから、いろんな情報だとかいろんな声だとかがどうしても聞こえてしまう世の中になってきてしまって、自由が増えた分こう不自由だったり、不自由っていうか心の不自由がどうしてもできてしまう世の中になっちゃったって。だけど一番見失っちゃいけないのは、自分にその正直でいる時間が、そのネットとか周りの声で減ってしまうことだったりするから、だから絶対に自分は見失っちゃいけないんだよっていうのは言われたことがあって、てか未だに言われるのね。そう、だからなんかいろんなものに触れて自分と違うって思ってしまうかもしれないけど、でもね、間違ってもないしいけないことでもないのよ。私からしたらこの話ができるこの方はすごく正直で素敵だなって思うから、よりなんか応援したいなって思うように、思うようにっていうか応援したいなってすごい思ってるんですけど、やっぱなんかだんだんさ、自分の気持ちとこう向き合えるようになってくるじゃん、こういうのって。で今ちょうどその人と人にどうやって向き合ってもらえるかって、自分のその気持ちをどう理解してもらえるかっていう段階に来てると思うんだけど、本当に自分のこと大事に思ってくれる家族だったりとか友人っていうのはきっとね、受け入れてくれると思うから、まあ勇気はいるよし、時間もかかるかもしれないけど、なんかそこを気にして自分の気持ちを隠していると、なかなかその自分の思ってたポジティブに過ごしていくっていうことができなくなってしまうと思うから、まずはその自分のことを一番大事に、自分を大事にしてあげるのと自分を一番信じてあげることが一番大事なんじゃないかなって思いますね。なんかちゃんとした答えになっていないと思うけど、私はこの文章を見たり 見る限り、より応援したいなって思うようにとてもなったから、日々の中で自分を大事に信じてあげてください。こんな返事の仕方でごめんね。はい。
ということで、メールはここまでとさせていただきます。引き続き皆さんからのお悩みメールお待ちしております。小原好みの心置きなく、小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はkokoraji@joqr.net、 kokoraji@joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通歌、何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そして送るときは郵便番号、住所、本名忘れずにお願いいたします。今回のステッカーはラジオネーム生にぎりさんにお送りしたいと思います。初めての文化祭でのお芝居、応援しておりますよ。そしてどうなったかぜひ後日ご報告をよかったらしてください。頑張ってね。丸いステッカーが届くので、なんかお守りにして握りしめて頑張ってください。はい。そして現在、A&G ショップにてココラジグッズ第4弾アクリルキーホルダーとタンブラーのココラジスペシャルセットが発売中です。まあ、冒頭にも話しましたね。ぜひぜひ皆さんお手に取っていただけたら嬉しいですよ。そして私からのお知らせです。ワッチャプリマジパタの役で、10月3日からですね、放送になります。そして、テレビアニメテスラノート、こちらはネゴロボタン役で、10月3日から放送が開始されます。そして無職転生異世界行ったら本気出す第2クールが10月3日から放送開始になります。なんと全て10月3日日曜スタートです。なので日曜日はさきさんかなんが言ってくれた、ココチャンデーですねって。そう、朝日曜日10時にプリマジを見ていただき、そして夜8時になったらココラジを聞き、そして23時からはテスラノート、そして24時からは無職転生を見ていただける。すごいね。私もびっくり。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますよ。はい。そして今週の一言はラジオネームなんてこったい山口さんからいただいた一言です。お、これは文化祭で困っている JK、 可愛い声でお願いしますって書いてある。どういうこと？なんか私が学生で困ってるらしい。でもこれ経験あるんだよな。ちょっとやってみたいと思います。はい。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。ねえ助けて、うちのクラスの焼きそばめっちゃ売れ残ってるの。ねえ紅生姜山盛りにしてあげるからさ、たくさん買って。ねえお願い。可愛くはないね。ごめんね。